パーキングエリアとは、日本の高速道路などの道路休憩施設の一種。PA と略記される。日本のパーキングエリアは高速道路や有料道路などに、おおむね 15km おきに設けられる、比較的小規模な休憩施設である。ただしこれには、例外も数多く存在しており、北関東自動車道の笠間 PA と壬生、パーキングエリアのように 50km 近く離れている例もあり、東九州自動車道に至っては、大分松岡パーキングエリア川南 PA まで約 150km もの間隔が空いているという例もある。日本ではサービスエリアとパーキングエリアに道路休憩施設が区分されているが、パーキングエリアやサービスエリアは和製英語であるため日本以外では用いられず、日本独自の区分である。英語ではレストエリアと呼ばれ、アメリカの道路休憩施設ではサービスエリアやパーキングエリアなどの呼び分けはない。新名神高速道路港南 PA を示す一般的な標識高速道路などでは道路の途中で自動車を止めることができないことから連続運転し続けたドライバーが途中休息を取れるように駐車場、トイレ、自動販売機など必要最小限の設備が設けられている。サービスエリアよりも小規模な施設ながら、売店や軽食コーナーなどが設けられている PA も多い。道路公団民営化後は、それまで設置できなかった、ファーストフード店、コンビニエンスストアが設置されるようになっている。また、地方の PA においては合理化のため、売店やスナックコーナー、案内所などを廃止して無人化し、自販機とトイレ、公衆電話のみの設備に縮小するケースも増えている。一般的には PA よりも SA の方が規模は大きい。実際には PA と SA には明確な区別はなく、SA よりもはるかに大きな規模の PA もある。交通量の多い区間を中心にレストランや案内所、ガソリンスタンドなど SA のみの施設が整備されている PA もあり、さらにはハイウェイオアシスに隣接するところもある。阪神高速道路では、料金所を撤去した跡地や、将来の延伸を見越して建設された、施設等を活用した、ミニパーキングエリアも設けている。通常の PA では、本線の交通量等や、立ち寄り率等を考慮して、施設規模が決まるのに対し、ミニ PA では、有給空間の規模が、最大の制約条件となる点が大きな違いである。PA は非常に数が多いため、ここでは一部のみ述べる。PA の情報は各高速道路会社のホームページを参照。日本のサービスエリアパーキングエリア一覧暫定に車線で共用されている区間の多くはエリアの前後区間で一時的に4車線化していることが多い。ただし2車線のままであることもある。都市部の高速道路では、休憩施設としての PA の増設を求める意見が多く寄せられる一方で、用地買収等の困難さから、新たな PA の建設が難しいという事情を鑑み、高速道路の出口周辺の大型商業施設と提携し、施設の駐車場を PA 代わりとして活用するという試みも行われている。阪神高速道路では、2009年より、ETC 利用者を対象に、5号湾岸線、尼崎末広、出入口近くの、尼崎テクノランド、11号池田線、豊中南、出入口近くの、ロイヤルホームセンター豊中店の2カ所を、路外 PA として、両、出口を出て、当該施設を利用した車が1時間以内に、再び流入した場合、通行料金を通常通り本線を通過した場合と同じ扱いとする社会実験を行っている。ただし対象は出口を出る前と再流入時で同一方向へ走行する場合に限られる。また路外 PA を利用せず単に当該出口を出て1時間以内に再流入した場合も通常通りの料金となる。その他対象施設の営業時間外はPA としての利用もできない点に注意が必要である。アメリカのレストエリアはトイレや飲料の自動販売機などしかないところがほとんどである。アメリカでは高速道路は無料区間が多く、高速道路の各出口には、ファーストフード店、ガソリンスタンド、ホテルなどの表示が設置されており、食事やトイレ、給油などが必要な時は、表示を頼りに一旦高速道路を降りてから利用するのが一般的である。ドイツの道路休憩施設は、駐車だけのスペースのもの、トイレ付きの駐車場、給油所のあるタンクシュテレ、さらにレストラン、売店、簡易宿泊施設などを併設するラストホーフなどと、機能別に大きく4つに分かれる。ありがとうございます。